はい、リーフにニスモが誕生しました。ここは日産のグランドライブオッパマのテストコースですね。いわゆるオッパマのテストコース、はい、行きます。うお、今ドンって聞こえました。これですね、まあ、ニスモ専用のチューニングが、これはまだ今、普通の D モードなので、まあ、D でも随分早いんですけど、これをですね、はい、いわゆる基準車のリーフでいうと B モード、ブレーキがより効くモードなんですけど、これはですねニスモはブレーキもいいんですけども、アクセルの方の反応がすごく良くなりまして、うわすごいな、これこのコーナー奥に行くほど R がきつくなるんですけど、このなんだこれ、これスポーツカーですよ。この旋回の今130キロですけど、ブレーキもですね、なんかすごくよくできている油圧ブレーキのようにシュッて止めてくれますね。これ見事だな。今140キロで、まあ、全然160キロでまるでなんかリミッターがかかったようになってるんですけど、これまあモーターのもう許容回転ですね。いやすごいすごいすごい。これ皆さん見えますか、ここがですねオッパマのバンクで、これ昔 R32GTR でここでテストしましたね。 N1 レースカーを、懐かしいな。いやまあともかく、タイヤが変わったことで、ショックアブソーバーのチューニングも変わってますし、タイヤがねだいたいねすごく滑らか、あの路面との当たりが、だからゴツゴツ感がないですし、あとまあグリップもいいので、先ほどのコーナリングでも分かる通りスキルオンしないでスッと曲がっていきます。ほらこういうその路面の荒れたところをこうマイルドに吸収するところが素晴らしくいいですね。ニスモの中澤さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっと乗させていただきました。はい、はい、いかがですか。はい、もう足がサスペンションとかタイヤがあのすごく良くなりましたね。 ありがとうございます、はい、ベースの車も実は結構いいんですけど、まあそうです ね、それをやっぱりもうちょっと良くしようっつってかなり頑張りました、ね。あの特にこの、ね、このグランドドライブのテストコースのここをね、ここをこう気持ちいいですね。いや気持ちいいですよ、これ舐めるようにいやあらって何ですかこんなに良かったもの。すごい限界高いし、ここが気持ちいいですね、本当に。ね、いいですね。でこれね、ちょっとあの、はい、不思議なんですけど、まあ基準車だと B モードっていうのはブレーキが強くなるじゃないですか。はい、これ B あのブレーキもですけど、加速もよく。加速がよく。ビュンって加速しますよね。そうです、ね。こう。これちょっとでもやりすぎじゃないですか。まあかもしれないですけど、まあ差別化っていうかですね、やっぱりちょっと、まあ、そういう走りをしたい時もたまにはあるから、ね、あの本当の踏み始めからこうガンですもんねそれはあのゆっくり踏んでいただければそれなりに。いやこれ今ゆっくり踏みましたけど、ね、いやでもこのニスモとしてはやっぱりリーフはこうどういうふうに仕上げたかったとかってあるんですか。そうですね、やっぱり、まあ、あのベースが当然 EV なので EV らしさっていう中にやっぱりその
ちょっとスポーティーな、はい、元気なところを織り込んでやって、はい、でもそうは言いながら本当にスポーツ好きっていうか、まあ、そういう方はやっぱり Z とか GTR とか、はい、まあ、あくまでもリーフというファミリーカーなので、はい、まあ、それをベースにしてやっぱり少しでも楽しく走れるみたいなところもちゃんと演出して、でも乗り心地もそんなに悪くならないように、うん、まあ、結構そのバランスは難しいんですけど、いや乗り心地はでもタイヤアップしてますけど、ええ、乗り心地は逆に良くなってますね。あ、そうですか、ええ、ありがとうございます。まあ、もちろんタイヤの性能ってとそれに合わせた食感相場とか、ね、そうですね、はい、いや、これはだからそのニスモを選ぶだけの違いはありますね、確実に。 ありがとうございます、ね、やっぱりこう、なんだ、操るっていうか、まあ、はい、操作したことに結構素直に、はい、追従してくれる部分があって、はい、やっぱり基準車ですとやっぱりこう万人に受けるように作っちゃうんで、どうしてもちょっと柔らかめになったり、うん、なるんですけど、まあ、ニスモだからそこはもうちょっとシャキッとしようよっていうところは、まあ、できたかなと。これ変な話、 Z よりもいや、そんなことは初期の動きとかいや旋回速度とかいいような気がするんですけど、まあ、ありがとうございます。同門で比べちゃいけないですね、うん、でもやっぱりその切り始めの音がいいとやっぱりなんとなく、あ、いいなってこうすぐ分かるところですから。そうですね、まあ、やっぱり、バッテリー分の定順進化っていうのがすごく生きてますよね。もともと結構気持ちいい車なんで、はい、なんかいい話ばっかりで、いやいや、つまんないですね。そんなことないです。もうちょっとだから、もうちょっと尖ったニスモも欲しいな。そうですね、いろいろ考えて、いきたいと思います。 S とか RS とかあれですかね。はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。